いいじゃん別に。やべ、完全に忘れてた。エサちゃん、親には内緒ね。いや、言うでしょ。はい、じゃあ、エリス、よしよしよし。本日はですね、男子貴重なアレンたちがいきなり旅立したら、中学生の妹はどうするのか。今、中学生って言った？はい、僕らの大好きな妹のエスラちゃん、小学生から中学生に変わってしまいました。兄貴泣いていい？うん、泣け。いや、もうマジ成長早くて泣きそうなんだけど。うん、俺も泣きそう。そういうのは置いといて、今日はね、断食中の兄たちが妹の目の前で食べ飲みをいたしますよ。はい、妹のエスラちゃんも本日断食をしています。そして僕ら MN も断食をしているんですよ。しかし僕ら MN 兄弟は食べてしまうんですよ。断食が終わる時間を待たずに食べ飲みをいたします。その際、妹はどうするのか皆さんと一緒に見ていきたいと思います。早速ですね、今からね、妹と合流し、本日はですね、格の企画を準備しました、はい、中学生になった妹に質問コーナーよいしょ。その企画をやっている時に僕らはいきなり食べたり飲んだりするわけなんですよ。あら、まあこれびっくりするよな。果たしてですね、断食をしている妹は断食中の兄たちがいきなり食べ出したらどんな反応するのか、皆さんで一緒に見ていきましょう。よいしょ。よし、やるぞ。やりましょうか。回ってる？うん、回したよ今。じゃあやりましょうか。よし、じゃあオープニングからいきます。いきます。 S ちゃん、手はどうやってやるんだっけ。こうですね。皆さん、今日もやってまいりますよ。あの、回ってるけどまだオープニングの前は全カットだからいや、こう全カットしません。絶対にここ使います。はい、せーの。エサちゃん愛してる。はい、じゃ待てよ毎回。顔振ってからだっけ。やべ、オープニングできない YouTuber 俺ら50万人以上いるんだよな。うん、一応お前恥だよ、オープニングできないなんて。妹に恥かいてるんだよ、はい、俺だ今。早く早く言うから俺焦るんだけど、早くとか言わないで。わかりました。行くよ、じゃあ。はい、せーの。もうカス YouTuber じゃ何。せーのとかなんだお前。ここまで来てお前どん底になりたくないんだけど。せーのとかなんだ。普通にちゃんとこうやっていつも通りこれで行くよ、みんな。こうやってやったと、ポン。オッケーオッケーオッケー。はい、じゃあ、エス。よしよしよし。本日はですね、初登場。よいしょ。初登場？はい、皆さん、僕らの妹 MN チャンネルに初登場でございます。いや、初登場じゃないんだけど。いや、初登場だよ。初登場ってやつだよ。え、これガチで初登場だよ。お前ちょっと日本語間違えてる。ちゃんと説明しろ。え、これガチでエスラちゃん初登場です。お前ちゃんと日本語説明しろ。お前日本人なんだからちゃんと説明しろ。エスラちゃん、どういうことかわかる？全然日本人じゃない、そこ突っ込めよ。わかります。いや、この顔で日本人だったらちょっと引くよ。お前ということで、なんで初登場って言ってるかわかる？わかんない。え？エサちゃん、4月1日から、エサちゃんは何になった？中学生。ピカピカの中学生。多分それではつかないけど。はい、皆さん、中学生のエサちゃんは初登場でございます。見たことないエサちゃんがこれからやってまいりますよ。もうやってまいりましたよ。ちなみに、僕らも中学生の妹はまだ見たことがありませんでした。実は4月になってから初めてお会いします。まあ4月になってからまだ1週間も経ってないんだけどさ。あら、まあそういうとこは言わないの。闇でしょ、俺たちの。はい、中学生の妹は、なんかピカピカしてる。なんか背も15センチぐらい長くなった気がする。高くなった気がする。春休み何食ってきたんだよお前。ジャガイモ食ってきたのかよお前。じゃがいもで背伸びるんだっけ。ジャガイモ、俺ドイツに行った友達なんかジャガイモばっか食って2年で15センチ伸びたんだ。なんだろうお前、日本人だってお前肉ジャガばっか食ってんじゃねえかよお前。何、みんな2メートルあんのか。いや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 、まあそれは歴史をたどればわかるけど。俺らのトルコだってお前日本とさ、もう平均身長一緒だろ。本日の企画はですね、中学生になった妹へ質問するコーナーでございます。まあフリートークでございますね。やっぱさ、今までとは違うじゃんね。4月1日からエサちゃんもね、環境変わったじゃないですかね。周りのお友達だったり、一番はやっぱ部活動だったり、小学校とは違うことがこれからエサちゃんをね待っております。どうでしょうか、意気込みを教えてくださいね、うん、できそう、頑張れそう。まあまだね、多分実感ないと思う、行ってないからさ、うん、そうだね、まだね、あのね、形上は一応ねもう中学生になってるけど、まだ行ってはないもんね。え待って待って、今空白のこの時期って電車の切符とか子供料金なの？いや、もう4月1日からは。そう。え、子供切符ってもう3月31日に終わるのか。そう、終わり終わり。じゃあもう法律上中学生なのか。いや、当たり前だろお前、4月1日からも中学生だよ。え、でもまだ入学式行ってないじゃん。まあ、そこグレーラインにしとこう。法律の隙間ってことか。やめなさい、変なこと教えられない。エサちゃんもうピカピカの中学1年生。はい、じゃあまず僕から一つ。よいしょ。エサちゃん、部活は何になったんですか？まだわかんないでしょ。まだ体験入部みたいなのやってから。そうだよお前、だって3年間ねお世話になるじゃん基本的には。だからさ、一回体験さ、何度も何度も行ってからだろお前。一応体験したいと思ってるのは、あ、バスケ、あ、バレー、お、
美術、うん、吹奏楽。え、バレエってこのバレエ、それともこのバレエ？誰がこのバレエや、お前。いや、バレエってこれだろ、お前。バレーボールだろ。いや、エサちゃんの顔的にバレーボールだろ。え、でも結構バレエの顔もあるんだよね。はい、僕からの次の質問ですよ。いや、そんな鍛え上げなくていいよ。そんな大した質問じゃないんで。はい。エサちゃん、小学校の友達、中学校でも同じの人いますか？あー、結構、まあ、でも少ない方なのかもしれない。ユミちゃん、マミコちゃん、チヒロちゃん、何々ちゃん、いない？いない。ほら。一番仲良かった友達受験しちゃった。なんていう子？あー、受験しちゃったのか。じゃあいないの、エサちゃんの学校に。へえ、そっか。あとは変わるものっつったら算数が数学になるぐらいか。なるんだっけ、中学で？なるよ。なるっしょ。マジ算数数学になるの？エサちゃん、でもさ、どうやって変わるのそれ。でも 3+3 は算数でも6だし、数学でも6だよね。いや、因数分解とかが入る。何それ、何それ、わかんない。なんとかな、累乗かける2割る5。えマイナスとかも。はい、僕からの次の質問。エスラちゃんの中学生でのお給料目標を教えてください。お給料？お給料？バイト禁止だと思うけどね。あ、じゃあ待って、俺らで考えちゃった、ごめんなさいっていうの。今ね、嘘だからさ、突っ込んでほしいの。今年の給料目標とか俺ら言うから。そうそうそう、それ突っ込んでほしいよ。バカみたいにお前流すな。中学生はまだ働いちゃダメだろ。そういうこと。本当にさ、足りないよね、こういうとこ。55万人もいるような YouTuber に見える、この面。ちょっと見えない。なんだと？はい、僕からの次の質問。エサちゃん、やっぱ小学校は近かったと思うけど、家から中学校までの徒歩の距離を教えてください。ちょっと待って、俺結構さ、先に過ぎて、一回俺、話せなきゃなったわ。ちょ。ちょっと盛り上がりすぎた、ごめん。マジ、俺もね、腹減りすぎて。ねえ、断食してなかったっけ？してるよ。ちょっと食べない。やべえ！え？完全に忘れてたわ。前完全に忘れてた。何やってんの？俺あと1時間ねえのに。お前朝から来たこと台無しだよ。待って、今食べちゃったから。ナビオン。まあいっか。ヤマハルト、ヤマハルト。ヤマヤマ。ビレレキャマ。もういいよ。ビレレキャマだ。ビレレキャマ、チョコレ、ブネ。もういい。知ってたよ、また違うんだってヤマ。もういい。エネス。エスライソル。ビレレキャマだ。ビレレキャマがいい。もういい。喉乾いて死にそうなんだって。あとちょっとだった。なんだろ。何やってんの。待って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 、お前全部食べるな。エサちゃんも食べる。待って、全部食べるな、俺が食べるから。飲ませろ。エサちゃんも食べる。でもさ、いいじゃん別に。何やってんの。やべ、完全に忘れてた。エサちゃん、親には内緒ね。いや、言うでしょ。いでもね、あのね、エサちゃんの言う通り、うま、知っててやるのと知らないでやるの全然違うのよ。さっきトルコ語で言ってたじゃん、うん、で俺らは最初知らないでやったからいいんだけど、その後知ってても食ったじゃん。ちょっとやらかしたわ。一回食っちゃった。断食を知ったまま途中で食べるとどうなるか知ってる？61日間だっけ、断食しないといけないのよ、宗教の。マジか、罰金61日ってこと。罰金って言うな、お前。自分の宗教に罰金ではないけど、わかりやすく言うとね、わかりやすく言うとね、なんかわざわざ知ってて、おいバカなんできねえみたいな感じでやると2ヶ月ぐらいね、あのプラスでやんないといけないらしいのって言うとやばいからね。よくさ、間違えて食べる人、まだ食べてる、お前。間違えて食べる人はよくいるけど、お前みたいなバカなやつはいねえよ。これは本当に間違えて飲んだの最初。なんかさ、さっき算数とさ数学の話で盛り上がりすぎて声枯れたの。こうやって飲んだんだけど、また飲んじゃった。もういいや。まあまあまあ。捨てろ捨てろ。まあまあまあ。これでさ、断食してたら61日間の罰則があると思うけど、うん、断食してなかったら、また話は変わるじゃん。そうね、俺ら今日朝6時に起きたし、6時からさすがにさ、12時間もさ、セリフ言えないもんね、うん、子供で、ねえパパーとか言えないから、今日は最初からやんなかったもんね。だから大丈夫だね。せーの、てってれー。今日一日朝から忙しすぎたので断食して待てー。はい、イスラム教の兄たちが断食中にいきなり食べ出したら、イスラム教の妹はどうするのかでした。何してんの。
アラフン、ウズルズレル。本当に申し訳ございません。でも、これは、ちゃんと休みの日にプラスで、断食をすると、まあ、なんていうの、できなかったとこを埋めることはできるみたいです。わかったわかった、ちゃうって、今ね、みんなに教えてあげてんの。お前らみんなぶっ飛ばすよ。はい、ということで、さあ、これあげてな、これだと、お客さん、よろしくお願いします。プレイヤーが、まあ、お前らさ、俺より後から生まれてきてる。話を聞け、お前はまだ、なんなんだってめえ、エズラちゃんまだ可愛いよ。てめえ、その面で可愛くもええくせに、俺にお前逆らってんじゃねえよ。可愛くなってから言えよ。お前はエズラちゃんは許してあげる。お前は断食してたかもしれないけど、俺は、お前はしてなかったけど、うん、俺、寝る前に明日断食しますって言っちゃってたんだよね。だから、頑張れると思って。私も実はしてなかったからさ。え飲んでいいっすか？マジ言ってんの？え、上昇面お前、焼き肉行こうね、上昇面。俺は断食途中でやめて、エサちゃんは実はやってなくて、うん、お前はガチで。あ、わけわかんない。お前が一番じゃ正しいじゃねえかよ。おぉ、やっぱり俺って。恵まれてるね、神様が。ちょっと待って。だって、おい、おい、エスラ、なんでお前断食してないこと言ったんだよ。いや、もうめちゃくちゃすぎてさ、もう笑えて車動かなくなったんだけど。お前は断食してない、俺は断食してないと思いきやしてた、エスラちゃんは断食してると思いきやしてなかった。何やなんだか、ようわかんねえな。だから知ってるよ、それを言ってんだろ、さっきから。こういう時はみんなで笑ってこないでしょ、せーの。お前これ何炎上だよ。炎上しないんじゃね、バカよ、お前、大炎上だよ、お前。エズラちゃん、これ、もしかして、断食炎上じゃねえやろ、これ、何炎上？大炎上だよ。バカだー、断食炎上だよ。過去一意味わかんないオフショットなんだけど。断食してるでしょ？してるし。危ねえ。